台湾の蔡英文総統は、自身が代表を務める与党・民進党が統一地方選挙で大敗した責任を取り、党主席を辞任すると表明しました。台湾で26日に行われた統一地方選挙の結果を受け、蔡英文総統は26日夜、会見を開き、与党・民進党の主席を辞任すると表明しました。 与党・民進党は県や市の市長選挙に候補者を擁立しましたが台北や新北市などの主要都市では最大野党の国民党の候補者が当選しました蔡英文総統は努力不足だった台湾の人の信頼を得られなかったと語りました